こんばんは。これをこうしてしてよっ。せいせいすい。こんばんは。もうちょっとかな。ぜひ皆さんスクショ現金でお願いします。あんまり拡散は拡散されたいというよりかは結構リアルタイムで楽しんでもらいたいので、はい、お控え願いたら嬉しいです。もちろん当たり前なんだけどね、他の配信ももちろん当たり前なんですけど、そうスクショ録画ぜひお控え願いたら嬉しいです。優しい方はよろしくお願いします。はい、こんばんは、ゆみりんが11時をお知らせします。はい、ということで、この時間はですね、もう寝る、お風呂に入ってきました。お風呂に入ってちょっとスキンケアをして、ナイトルーティーンといいますか、はい、スチーマーを浴びていきたいと思います。イエイ。これはそう、この前のイベントで、そう、皆さんにスチーマーをいただいたので、そう、イベントでいただいたので、これはもう皆さんの前で使うしかないと思って今日は使ってます。イエーイ。ありがとうございます、ありがとうございます。それでは電源オンスタート。はい、じゃあ化粧水とかはしてます。
これね、スチーマー出てきたらちゃんと煙が見えるのでよく見ててください。お、はあ、こんな感じです、こんな感じです。皆さんさんからいただいたスチーマーというものはこんな感じです、こんな感じで、なんか蒸気を浴びていきます。これはなんかお湯沸かした時とかよりももっと細かい蒸気なのでお肌が潤います。はい、です。12分間かな、ふわーって出ます。私は精製水使ってるんですけど、別に精製水じゃないといけないわけじゃなくて、水道水とかでも全然できます。はい。外より黙々だ。そう、めちゃくちゃ黙々する、黙々。暑くは暖かいって感じ、暖かいです、明日発売日なのでね、まだツルツルにしていかないといけないので、うん、そうやって使う、そうこうやって使います。いい蒸気です。いい蒸気です。眠たくなってくる頃、まだ眠たくないけど。画面の下から蒸気と1タワーがすごい、私なんか1タワーって潤ってる人みたいななってる。1タワーから蒸気が出てます。そうなの、あー1タワーって潤ってます。なんかそう、水出そうだしね、その1タワー水色だから。ブログ更新しました、お待たせしました、お待たせしました。この辺がね、そう、今週の弓活も盛りだくさんでお届けです。よろしくお願いします。弓活いっぱい、そう、弓活いっぱいねえ。みんなも時間は有限なので、あ、Gメロの NHK の日程が間違ってると、なんと申し訳ない、17日の2時ではない、本当だ、18日の2時だ、間違えちゃった。
18日の2時か。すみません、ちょっと明日訂正しておきます。ちょっとさすがにちょっと遅いのでね。マネージャーさんとかスタッフさんね、もやお休みしないといけないので明日連絡します。マネージャーさんはね優しいから、今連絡したら多分ね今直してくれようとしちゃうから、また明日連絡します。いつもスチーマー浴びてるときはテレビ見てたりとか、あと今すごいいつもはいつも通りなんか LINE の返信してたりとか今も別に配信中だけど普通に返信しちゃってたそう、超リラックス。目はね、あんまり明日は、あ、目は行っちゃダメかな、あんまり。そう、なんかあんまり入るのは望ましくないって書いてた説明書にそう、コンタクトとかもまあできたら外した方がいいかも。だからコンタクト外しちゃうと私テレビ見えなくなっちゃうから
そう、メガネするとメガネ曇っちゃって結局見えないし、そうだからコンタクトはしたままです。まあできたら外した方がいいかなって書いてた。そう、暑かったり、あ、でも暑いです。だから10センチ、20センチ、20センチ以内、20センチ、20、30センチ離さないといけない。これ出口とかに手当てると熱って多分なる。やけど、普通にやけどしちゃうから、ちょっと離れて、このぐらい離れて、あの、説明書に書いてありました。説明書大切よ、みんなよく読んで。終わった。謎の拍手。終わりました。はい、あ、これ本当あんまりね、すぐ閉じちゃう。熱いもの、化粧水は無印です。ちょっと化粧水して、乳液も無印です。乳液して、テッカテカ、顔テッカテカ。首ら辺までね、ちょっとね、よいしょ、はい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 、してね、ちょっとこの辺もね、ダメちゃって、手と足は出た時にクリームを塗りました。で、新しいの出してたのにな、ちょっともう全然ないんだけど、クリームはドクタージャルトクリームです。頑張れ、頑張れ、出るかな、出ないな、もうこれは出ないな。あれ、新しいのね、置いといたんだけどね、ちょっとね、ないな。頑張って頑張って、お、頑張れ頑張れ、せーの、うい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 、よいしょ。よいしょ。出ました、こんな感じの色。
りかな、これもう出なさそうだ。こんな感じがちょっと緑っぽいお色味ですね。見えるかな。これで超保湿されました顔が。明日はリリーベだからね。いつもはなんかこんなにあのすごい丁寧にやってるわけじゃなくって、もうとりあえず化粧水濡れたらよしみたいな感じ。あんまり良くないけどかな、感じです。スチーマー使ったのでいつもよりもプルプルかなって思います。ありがとうございます。改めて、はい、明日は朝7時から配信します。よろしくお願いします。途中から来た方もね、ぜひあの配信の拡散とかは控えていただけると、もしかしたらまたこうやってナイトルーティーンの配信をすることがあるかもしれません。はい、よろしくお願いします。ちなみに私ピンつけてるんですけど、羽ピンは基本なんか、はい、意外と配信してる時にあの見てない、だからなんか配信してる時は下ろしてるけど、基本家いる時はずっと前髪は羽ピンで留めてます。配信してない時はそう、このなんか化粧水してとかスチームしてとかじゃない時もずっと前髪上げてるかな、ずっと上げてます。だからね、もうどんどん、うん、なくなっちゃうの、なんかどんどんなくなっちゃうの、羽ピンが消耗品ってぐらい羽ピンなくなっちゃうんだよね。そうね、羽ピンいつもね、いろんなところになんかこいつペーってしちゃうからさなくなっちゃう。ただいっぱいお片付けとかしたいろんなところから出てくるのかなって思います。そうなのね。あのポムポムちゃんもこちらにチラ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 、これも皆さんからポムポムちゃんの時にもらったやつですちょっと猫ちゃんは出ちゃったけどね、キラキラついてるの可愛いよね。ここにラインストーンついてて可愛い。こちらも使わせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと一個だけライン返していいのかな。万歳。
はい。明日の7時って平日だからもうみんな通勤通学中かな。家出る時間とかみんな仕事何時、9時からとかなのかな。仕事8時半とか、8時から8時半、8時、8時半9時とかかな。前です。そっか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 。まあちょっと職場からねお家遠いよって方はなんかもう通勤通学途中かな。うんうんうん。まあ朝って本当に時間ないのでもう自分の時間優先でショールーム見てだから遅くなっちゃったなんてことがないようにお願いします。私は多分明日もおはようってまったりしてると思うんですけど私のまったりに惑わされずに、はい、ちょっとシャキシャキして頑張ってくださいシャキシャキっと、あとの1分は大切大切大切。ね、よろしくお願いします。明日もリリーベがあるから早く職場を抜けないといけなかったりとかもすると思うので朝も大切によろしくお願いします。さてさて、じゃあそろそろ私も終わって寝ようかしら。お互いいいコンディションでね、お互いいいコンディションで臨みましょう。よろしくお願いします。私は良いコンディションで迎えられそうですありがとうございます。じゃあちょっと皆さん頑張ってくださったからお知らせお知らせ、ちょっと1タワーの状況確認して終わりたいと思います。なくなっちゃった。お、現在3位です。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、ホワイトデー達成も確かに。ちょっとホワイトデーの方も見ないきゃ見ないきゃ。これだ、ちょっと待ってね。そう、ぜひチャレンジの方も、まあ明日の朝もあるから良きタイミングでお願いします。あ、あと76,500ポイントだって。すごすごいよね。ありがとうございます。あと8万ポイントを切ってます。ありがとうございます。すごい、そう、結構1タワーと見せかけて普通にすごい、そう、合間合間でそのホワイトデーのもくださっててありがとうございます。めちゃすごすごいよね。本当にそんなすごい皆さんに支えられながら明日も頑張ります。いつもありがとうございます。ありがとう。
ゃあ明日は朝の7時から配信するのと、あとは18時からラドナ川崎でのイベントがあるのと、あとはあの10時から特別ショールームがあるのと、あとは多分夜配信ができたらその後に配信もちょっとだけあるといいなって感じです。最後の願望よろしくお願いします。それでは壇上を読みます。13位、あわさん、ありがとうございます。12位、他県18さん、今夜も一度はたくさん投げました。今夜もたくさんありがとうございます。11位、のりりんさん、ありがとうございます。11位、ゆっきんさん、ありがとうございます。9位、みえすくさん、ありがとうございます。8位、ひろかずさん、ゆみにガチ恋中、今日誕生日でした、ラゾーナ行くね、お誕生日おめでとう、明日もお待ちしてます、ありがとうございました。7位、くーさん、ありがとうございます。6位、みおろさん、ありがとうございます。5位、いそけんさん、ありがとうございます。4位、かそうきさん、ありがとうございます。3位、出会い頭のネギトロさん、ありがとうございます。2位、コペンさん、ありがとうございます。配信ありがとう、心が潤いました、ありがとうございます。そして1位がおっくんさんです、ありがとうございます。お疲れ様、ありがとう、皆さんも一日お疲れ様でした。そして一タワーもたくさんありがとうございました。あとはそのホワイトデーの方もね、たくさんありがとうございました。明日は朝、久しぶりの朝配信ですが、久々、超久々、よろしくお願いします。お茶お茶、いつもね吸っちゃうの、うん、はい、ぐっすり寝れません。いいえ、なんでもないわ。はい、どっぷり寝ます。はい、ありがとう、本当に。それでは明日の朝7時によろしくお願いします。それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りよみりん。それではおやすみなさーい、バイバーイ。このままだともう私はコンタクト外すだけで寝れるので、もうすぐ寝たいと思います。おやすみなさい、みんなも早く寝てね。おやすみー。